株式会社賞の設立に伴う平野賞のダンススクール解説の野望。ナンバーアンダーライン愛の平野賞27が再始動しました。彼のダンスの実力は、先日東京ドームで行われた公演で披露された縦横無尽な踊りによって証明されました。そのパフォーマンスは SNS 上でも高く評価され、大きな注目を浴びました。 彼は基礎から踊る能力があり、音楽が流れるとその魅力を最大限に引き出し、まるでプロのダンサーのように感じさせます。そのため、彼はますます愛され、有名になりました。CCTV の番組では、彼の3回転が SNS を熱狂させました。彼は基礎から踊る能力があり、音楽がかかると音楽を楽しみ、プロのダンサーのように感じることができます。 それによって彼はさらに愛され、さらに有名になりました。平野翔は幼少期からダンスを学び、その実力は確かなものです。彼の新たな展開として、ダンススクールの解説やダンスインストラクターとしての活動が期待されています。ファンにとっては、彼から直接ダンスを学ぶ機会が実現するかもしれません。さて、ここで平野翔の個人事務所、 株式会社賞について話しましょう。彼の事務所設立に関する噂が SNS 上で広まりました。彼のファンは、株式会社賞という言葉を目にし、彼が自身の名前を冠した会社を立ち上げたと考えました。会社の本店の住所は、彼の弟でアパレル会社を経営している陸ク君の住所と同じであり、会社名から判断して、 間違いなく彼の会社だと言われています。2023年6月、週刊女性、市は平野と神宮寺の飛べ、合流のニュースを掲載し、平野の個人事務所設立についても報じました。さらに、噂によれば、平野の会社の本店の住所は、彼と弟が通っていたダンススクール、ファンクキットと同じ場所だと言われています。 リク君はここでインストラクターのアシスタントもしており、平野君もダンススクールを開く可能性があると噂されています。実際に株式会社賞の法人登記簿を確認すると、7月7日に平野が飛べ、絵の合流を発表した日に、彼が代表取締役として会社を設立していたことが分かりました。さらに、取締役には平野君のお母さんの名前も連ねられています。 会社の目的には、一般的な芸能事務所でも見られる項目が並んでいますが、特に注目すべき点があります。ダンススクール、ダンススタジオの運営及びダンスインストラクターの養成及び派遣、という項目です。幼い頃からダンスを習っていた平野は、その実力が折り紙付きです。金プリのリハーサルでは、ダンスの振り付けや指導も行っており、 ダンスに対する情熱を持っています。そのため、自身の会社を通じてダンススクールを開くという噂は十分に信憑性があると言えます。もし平野翔がダンススクールを開設するのであれば、彼の経験と実力を活かして、幅広い年齢層の人々にダンスを教えることが期待されます。彼の知名度や人気も相まって、多くの人々が彼のスクールに興味を持つでしょう。 また、彼がダンススタジオを運営するという項目もあります。これは、ダンスの練習やパフォーマンスの場所を提供することを意味します。他のダンサーやアーティストたちが利用できるスタジオを提供することで、ダンスの進行や交流の場を創出することができるでしょう。ただし、これらは噂や報道を元にした推測であり、 具体的な詳細や計画については公式の発表がなされていないため確定的な情報ではありません。平野章自身や公式の発表を待つ必要があります。株式会社賞の設立とダンススクール開設の野望は平野章の新たなキャリアの一環として非常に興味深いものです。彼のファンやダンス愛好者にとっては 彼の才能を学ぶ機会や彼との関わりを持つ機会を提供する可能性があります。今後の彼の活動に注目して、公式の発表を待ちましょう。